なんかね、やる気が出ません、今日。まあ、やっていかなきゃいけないんだけど、まあ、いろいろあそこにある石をどかしたり、まあ、この間、見た通風口から、あの、屋根から雨水が落ちてくる問題とかがあって、やる手順の変更とかをなんか変えた方がいいんじゃねえのっていう、また亀西がなんかすごいな、変更を余儀なくされてるんだけど、まあ大体ここだよね、あのコンクリートブロックのところにある通風口、これが地面高いんだよね。あの通風口から通風口からもう水が溢れてきちゃってるから、もうそれどうにかしないことにはどうにもこうにもならないので、いやでも多いな、カメムシちゃん。まあ、あとはこの窓枠っていうか、このね、サッシ枠かな、まあこういうところが脆弱というか、じゃないとあの、ま、雨が吹きつけるとね、全部中に入ってくるんだよね。なので、はい、まあここは一旦ブルーシートをまあ敷きます。であとはこれ防腐剤塗って、今水水道は通ってないんで、外の桶にある、溜まってる水で、水この防腐剤を薄め、そんで塗ってきます。はい、ワイルドだぜって感じ。まあ一応、うん、ここはもう、はぐるつもりがないので、はい、それなりにバシッとだけやっていこうかなと思ってます。はい、手なわけでやっていきますか。
一応雑にねブルーシートに切れ込み入れてこんな感じになってます。まあ一応ない、ね、ないよりかはマシだとは思うので、うん、まあだいたいここにですねこの間買ったこのバーベキューの炭、入れてきます。ちなみにニトリで買うより、イオンで買うと1ニッパー1280円で、ニトリは9キロだけどイオンは10キロのやつが買えるっていうことに気づきちょっとがっかりしてます。まあ、大体じゃあここから炭入れて